はい、バカにしてありがとうございました。おっと来た。はい、お久しぶりです。参政党のですね、はい、参政党の演説の動画を見ててですね、神谷さんがですね、NHK 党のやっていることは意味がわからないって言ってまして、そのことについてどう思いますか？バカにはわからない。いや、意味がわからないっていうのは、まあ、バカにわからない、ちょっと失礼、失礼すぎるけども、多分目的が違うと思うんだよね。だから我々は困ってる人をお守りするために具体的なことをしてますと。で、彼らは困ってる人を作り出して金儲けをしようとしてると思ってるんですよ。もう全くだって意味がわからないのは、カメハメハで治るとかね。もう何よりも、例えば YouTube でなんか音注射っていうんでしょ。さっきの僕 YouTube 一緒でね、 YouTube はワクチン接種に関して何か言うと難をするわけですよね。だったら堂々とワクチン接種に反対って言って難されればいいと思うんですよ。それをその補注射みたいな隠語を使って YouTube で生き残ろうとしてること自体もなんかちょっと詐欺まがいというか、あれがないじゃないですか。その何ていうかな、正々堂々としてないっていうかね。でもちろんだって神谷君もそら昔から俺も知ってるから、まあ、彼は昔から知ってる人からだいぶ取材したけども、まあ本当ひどいよね。でこれからやっぱ論も出てくると思うから、それは NHK 党の俺が一番こうやって彼のことを知ってる人間がここまで合理的に攻めてることは、まあ参政党の支援者の前からにはそうやって言うしかないんじゃないのかな。だって具体的に何が、何言ってたから NHK 党は、NHK 党は立花さんがやってることは意味がわからないって言ってました。だから意味がわからないっていうことがあって、彼が意味わからないわけであって、別に調べてないから意味がわからない、そこら辺がうまいところだよね。で具体的にこういうところの意味がわからないとかねっていうことを言ってるわけじゃなくて、自分の目の前の、まあ、支援者に対してこう曖昧な言葉で否定する能力が非常に高いわけよね。別に意味がわからないっていうのは彼自身が理解できないだけの話でも、そうやって一言で片付けておけばおそらく支援者を騙されるっていうのがあると思うけど、まあ、昨日も一人参政党の党員から電話があって、まあ、やっぱり本当に田島さんおっしゃる通りですと、まあ、僕たちの意見がそもそも通らない、というか意見通るもんなりも次1000円払ってるらしいんですけど、連絡する場所がないんですって。ホームに電話して支部に電話しろ、支部に電話しようと支部の電話番号メールアドレスも公表されないから、そうするとどうしてもこのフレームが NHK 党に聞いてほしいからでしょ。で NHK 党に電話したらちゃんとコールセンターの人が対応してくれました。え、なんだったらどうする、直接言ったらどうですかってこの番号教えてもらいました。いや本来賛成するわけですよ。政治に参加するんだから、参加したい人が自分の意見ディスカッションできる場を設けるのが賛成党なのに、参政党はその窓口すら開けていないから、いや NHK 党の田島さんがやっておられることが本来参政党がやるべきことであって、このように当初直接電話できるっていうのはすごいことだと思うし、田島さんはそこから神谷さんに伝えてこれだから、我々1ヶ月1000円払ってる人はどのように自分たちが政治に参加するのかについてっていう話 もう昨日まで毎日出ておますよ、参政党の苦情は。それぐらいやっぱりちょっと、なんていうのかな、やっぱり相当力ね、これ、アムウェイ、まあ、ウェイ方っていう言い方が一番なんかネット上では、ウェイ方って、親方とか、ウェイ方っていうのが一番分かりやすいようですけど、相当力、焦りがあると思いますけどね。あんなだって、急に特定商取引法の、法律を持ってね、刑事罰なんで、あれ俺もだって、まあ、予告みたいなもんじゃないですか。半年間とりあえずゲーム停止ですよ、店頭の販売員けど、その個別いわゆる口コミでうち来ませんよってなるわけですよね。でこれが解禁されて来年の4月の多分14日ぐらい14日で多分解禁されますけど、まあ、そこには新入社員が特に新しい大学生、新大学生来るわけですよね。みんな18歳ですよ、これはですね。だから彼らからしたら成人年齢が18歳で下がってしめしめもっと騙しやすいと思ってるところに警告がいったわけですよね。
でもちろんあの映画はこれからその具体的に来年の4月の10日に目指して改善策を出してくるんでしょうけど、まあそれはだってアムウェイみたいにまだネットワークビジネスの中でもまともなところがやられているので、そういったことがこれから実際録音できる時代においてね、そのネットワークビジネスを参政党の集まりに行ったら進められましたってなれば、それはもう耐えられんでしょうね。だから進めざるを得ないんじゃないですか。まあそれこそ彼に言われて俺3年前から彼の YouTube も出てるから、だから意味がわからないですよ別に。彼がもう語ればバカなんで、いやそれはもうはっきり言ってバカよ。だってそんな政治的なレベルのものじゃない。まださすがにこういうことは言えないけども、相当情報入ってるから、分からないのを言えるところでは、ね、なれば、これがここまではっきりバカっていうことについてちゃんと具体的な例を挙げて、それこそ正しい方じゃないけど、それやりますよ。だから別にいつでもこれバカがはっきり出るんで、神谷君は言いたいことがあるんだからいつでも大胆で何でもしますよ。逃げてばっかりとかこうあっても目合わせもしないから、そういうレベルですよ、はい。